ます。走れ、カズオ！おっと、これはどうしたのか。いつもは一緒になって中央突破していた立花兄弟が大きく離れた。これは何かあるぞ。何余裕ぶってんだ、それ。今に見てろ、きっとこれは何かある。マサオ、またあいつが来たぞ。分かってるって。よし、もういいぞマサオ。おう、マサオくん思いっきりボールを蹴った。間に合わなかった。ボールはゴール前へ。ここにはカズオくんがいるものの、長身の高杉くん、西尾くんが、そして翼くんもがっちりマークしています。あ、カズオくん、ボールとは反対方向へ走り出した。それ。あ、なんとボールポストを利用してジャンプだ。なに。よし、来い、カズオ。そこにマサオくんが走り込んできた。決まった。花間、同点に追いついた。